皆様こんにちは。津田塾大学の早川敦子と申します。本日は津田塾大学の創立120周年の記念事業として、そしてまた津田梅子記念交流館の中に新しくオープンいたしました山根記念ギャラリーのこけら落としとして、世界的にも有名な写真家でいらっしゃいます石内都先生をお迎えして、石内都 in 津田塾女たちのポリフォニーと題する素晴らしい写真展を開催させていただけますこと、そしてまた今日は石内都先生ご自身にここにいらしていただいて、そして高橋優子学長を聞き手にお話を伺いますこと、まるで奇跡のような思いでございます。石内都先生のことは皆様ご存知と存じますが、簡単に略歴をご紹介させていただきます。1947年群馬県桐生市生まれ、神奈川県の横須賀市で育たれます。1979年にアパートメントで女性写真家初の木村伊兵衛写真賞を受賞、2005年にはマザーズで第51回ベネチアビエンナーレ日本館代表作家に選出されます。2007年から現在に至るまで広島の被爆者の遺品を撮影し続けておられます広島も国際的に高い評価を得て、13年には紫綬褒章受賞、14年にはハッセルブラッド国際写真賞を受賞されておられます。そしてずっと国内外で精力的に写真展を開催しておられます。つい先頃はエディンバラの国際フェスティバルにてギャラリースティルズでの写真展も開催されて、現在も展示中と伺っております。私自身は英文学の研究者として、特にホロコースト文学を通して言葉と向き合ってまいりました。その私が幾度となく石内先生の写真展に足を運んで何を感じたか、それは畏敬の念です。ここまで完全に自由に果敢に写真という世界を切り開いてこられた芸術家としての石内都の人と作品への畏敬、そしてそれと同時に作品と向き合いましたときに強く心に伝わってくる、その言葉を超える力、その力への畏敬です。石内先生はご自身の写真集であるキメと写真という作品集の中にご自身で文章を寄せておられます。その文章を少し長いのですけれども引用させていただいて、対談の方に移らせていただきたいと思います。その文章のタイトルは記憶が飛ぶ空へ。その後半部分で石内先生の作品が白黒モノクロからカラーに移っていった、そのことについて書かれておられる文章です。モノクロームの黒と白の無限の階調の中で粒子が立ち上がり、濃淡の粒が像を結んでいくのを身体で受け止める。モノクロームという非現実的な色彩は肉眼では決して見ることのできない無彩色の世界である。その広がりは想像の庭に咲いた花のように刺激的だ。それなのにいつしかモノクロームからカラーへと移っていった。そのきっかけは母の死であった。同性の人間の一人として客観的な距離を持って母の遺品を写真に撮る、今ある現実をそのまま受け止めようとしたときに色彩が目に入ってきたのである。 Mothers はモノクロームからカラーへの境界線上の写真となった。マザーズ以降の写真はすべてカラー作品となった今、色彩の記憶がよみがえる。
広島の少女が着ていたワンピースの花模様の布地のひだにひっそりと隠れていた彩色の美しさに気づいたとき、そのワンピースは過去になれない歴史の写しみとなり、染め上げられた時間の塊となって私と同時進行中の現実であるということを広島の少女が教えてくれた。少女の身体はもうどこにもないけれど、彼女が残した衣服の記憶は空を飛び宇宙のどこかにあるかもしれない記憶の星へと誘い、フリーダも母も亡くなったすべての地球人が決めとなり、その星を形作っている。もう一つの永遠の姿として記憶の星が宇宙のどこかにあることを願って。素晴らしい言葉だと思います。石内都先生はマザーズを、広島の少女を、そしてフリーダ・カーローを作品として伴ってここにいらしてくださいました。そのことへの感謝の思いとともに、先生のお言葉を高橋優子学長とともに伺いたいと思います。石内都先生、高橋優子学長、どうぞよろしくお願いいたします。どうも石内さん、本当に津田塾大学へようこそ。はい、呼んでくれてありがとうございます。ありがとうございます。いらしてくださっただけではなくて、このように素晴らしいギャラリーに素晴らしい作品を出していただいて本当に感謝しております。で、今日はですね、今日今私の目の前にいらっしゃる方は学生の方はいらっしゃらないんですけれども、あまり多くお見受けしないんですけれども、この記録はですね、学生やそれから卒業生たちがこれから YouTube で視聴することになりますので、ちょっとそちらの本学の学生や卒業生たちにぜひ石内都さんの足跡から私は学んでもらいたい、いろんなことを感じ取ってもらいたいと思っておりますので、そういう観点からお伺いしたいと思います。だからあまり専門的なその美術とか写真のことよりもですね、やはり石内都さんのその人生の足跡、それにこう迫ってみたいと思っております。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、で、先生はまず、先生じゃない、あ、そう、ごめんなさい私気持ち悪いんです、先生って言われるの。言わないんです。じゃあ、はい、言わないでください。言わないようにします。はいはい、石内さんはまず多摩美術大学で学ばれて、その4年時に退学されて、あともうちょっとで卒業って言った時に退学されて、なんかもったいないなと思うんですけれども、先生の大学生の時代って、先生じゃない、あ、ごめんなさい、また間違えちゃった石内さんの、はい、石内さんの大学生時代についてちょっとお聞かせくださいますでしょうか。はい、まあ、私が美術大学を選んだっていうのは、高校時代にまあ、これが先どうしようかっていう時、手に職をつけたいというふうに考えて、まあ、美術大学に行くのは実は小学生の時から普通の大学じゃなくて美術大学に行こうと思ってたんですよ。というのはやっぱり手に職をつけなくちゃいけない。で、まあ小学生が美術大学に行くっていうのは、たまたま絵が上手かったらここ張り出されるとか、ただそれだけだったんですけど、で、よく考えたら絵描きじゃ食えないとなんか思ったんですよ。で、ちょうど高校の時に東京オリンピックがあって、亀倉優作さんのポスターを見た時にすっごいかっこよくて、何これ、こんな仕事があるのかと思ったら、デザイナーという仕事だった。で、それまでは図案家って言ってたんですね。でも、あ、デザイナーっていう一つ職業があるって聞いた時に、じゃあ美術大学行こうと。で、まあ、一浪して入ったんですけど、実は美術大学に行く人たちは高校時代からみんな、なんだろう、なんかみんなやってるんですよ、いろいろデザインとか。で、私は全くど素人で行ったからもう追いつかないので、1年間基礎やったんだけど、それもうまくいかなくて、で、2年になって科を変えて、で、折り科に行くんですけれども、
で、折り紙に行ってもそこでもなんかうまくいかなくて、でずっとこう挫折しながら、まあ実は私の時代は全教徒の時代ですから、でちょうど玉美もバリケードをやってたので、で、バリケードに入りました。それはなぜかっていうと、外にいるより入った方が絶対面白いと思った。で、折り紙でしたから私、折り紙を学校に置いておいたので、バリケードの中でも織物をしてました。それでまあいろんなことがあって、まあ大学紛争も終わっちゃって、70年になって、大学から、4年生だから、授業料を1年間払うと卒業証書をくれるっていう通知が親に来るわけです。で、実際1年間授業してないの、大学は。で、私たちは自主授業をたまびれしてたので、まあ自分で授業してたから何も授業料払う必要ないじゃん。っていうんで、親に払わなくていいよって言って、そうするとその後どうなったか分かんないんですよ。除籍なのか、辞めたのか、中退なのか分かんないんですけど、とりあえず親に説得しなきゃいけない。親は。どうしたって卒業証書欲しいわけでね。で、親を説得するのは、これから先私は卒業証書を必要ない職業に就くから、いらないよって。もし払いたいなら私にちょうだい。まあ、来んなかったんですけど。ということで、まあ、辞めたんです、70年で。4年で辞めたって、はい。だからまあ、で、その後、まあ、確かに卒業証書必要な仕事には一切つかずに、まあ、いろんなアルバイトやりながら、まあ、ある日突然写真に出会うみたいな。そうですよね。はい、で、なんかバリケードの中でも一応男女のその役割分業、があって料理なんかも作ったりしてたけれども、だけど創作活動もしていたっていうようなことをちょっとお話しされた。まあそうでもないんですか。いや、バリケードっていうのは非常にこう、まあ、たまにない小さな団体ですから、そのたくさん、まあ、セクトもそんなにいたわけじゃないんですけれども、どう言ったらいいかな、なんていうか、仕事の分担っていうのは当然あって、で、まあ、はっきり言ってまあ対等ではないですよね。だその対等じゃない中で何をするかっていうのはどう言ったらいいかな、そこら辺のことはちょっと難しくて、こういうところであんまり言えないからちょっと端折りますけど、はい、でもそこでもなんかその性別役割分業に対する違和感みたいなのを感じておられたっていうのは確かなんです、ね、いや、それはもう現実的はそうですからね、だからまあ役割分担は当然なんだけど、だからといってまあ女だからどうのこうのっていうことより、まだ自分が未熟で何をやっていくかわからない、学生の時ってのはまあもうちょっとわかんないでしょ。だから結局その未来に対してすごく不安感があって、これから先どうしていいかわかんないっていうような時代ですよね。だからただいろんなことやった感じはあります。ああ、なるほど。じゃあそういう中でどうやって写真にたどり着かれたのか、そこをお話しします。はい、写真はですね、本当にいつも言ってるんですけれど、たまたま暗室道具が全部あった。で、私が買ったのはフィルムとインガスと薬品だけだった。で、友達が写真やってる人が多くて、私はお客でグループ展を見に行ってたんですね。それがある日突然人員が一人なんか足りないから、グループ展にもしよかったらどうぞって言われて、写真を始めて2ヶ月しか経ってなかったんですけど、発表したらなんかどうも私が一番いいっていう、ね、見に来た人が言ったりして、あ、そうかみたいな、よく分かんなかったんだけど、その時は、まあ、それで褒めてくれたのは実はトーマス照明さんっていう人だった、まあ、結構有名な方なんだけど、でもその時別に写真をやる気がなくて、ただやることがなかったから時間ばっかいっぱいあって、何をしていいか分かんない時に全ての暗室道具があるから、なんかすごく暗室に入るとなんかね、気が休まる、なんか楽しいっていうより、なんかこう世の中からこう何逃げていくみたいな場所みたいなこともあって、で写真プリントするっていうことから写真を始めたんですけれども、まあずっとやってて40年もやってます、最初からその写真は全部石内美也子っていう名前で発表されてたんですか、その一部。そうです、そうです。私外に出るときは自分の本名は嫌だった、誰も知らない名前で世に出たいなっていうのがあったから、全く一番初めから石内美也子という、まあ、母の旧姓なんですけども、それを名乗ってます、はい、
で名前もそのお母様の名前なわけです、ね、そうです、ね、母の旧姓ですか、はい、はい。それで、先ほど早川先生がご紹介くださった通り横須賀を取り始められたと。それはどういった、なんか宮古市なんかにも取りに行ったけれど名前が同じだからとか。いや私は写真家になる気がないから、うん、何を撮ろうとかあんまりなかったんですよ、うん、でもまあ、たまたまその宮古という同じ字は違うけど宮古っていうところあるから行ってみたらって言われて、行ったことは、カメラ持って旅行したことがないんで、うん、初めて行ったけど何を撮っていいかわからない、ね、全然シャッと押すことができなくて、行った私はなんでこんな遠いところまで来たのかなって、駅の待合室で、ね、悩んで、はっと気がついたら私にとって一番遠い町は横須賀なんだって気がついたんですよ。というのは私横須賀大嫌いだったから、もうさっさかもう横須賀さようならって出てった時期なんですよね。で出てって、でもなんで私は嫌いなのかっていうことをもう一回確かめなきゃいけない、で自分の足元はやっぱ横須賀だっていうのがあったんで、まあとりあえず写真を撮るのはやっぱ横須賀を出発しないと撮れないかなと、そういうので慌てて横須賀撮りました。それで横須賀を撮ったらどんな発見がありましたか。いや敵討ちしましたよ私。敵討ち、うん、だって横須賀っていうのは私にとって敵を撃つ場所だったから、なぜかっていうとやっぱり基地の場所なんですよね。そうすると基地の町で、まあ、大きくなったんで、いわゆるこう自分の女性性も基地の町が教えてくれるわけ。でも子供の時だからなんかよくわかんないこといっぱいありながら、やっぱりそれは女性ということと基地ということはすごく大きな問題があって。で、私よそ者で、よそから行ったから、いろんなことが見えちゃう。でも、要するに友達たちは、まあ横須賀生まれの横須賀育ちの人、よくわかんないことがいっぱい、当たり前だから基地があるのは。私にとってその群馬の田舎から横須賀行った時にびっくりしちゃって、これは一体何だろう、光り輝いてるわけですよね基地って、それなりに。でなんかこう楽しそうだけどなんか怖いなみたいな。でそういう中で育って、まあいろんな事件もいっぱいあったけど事件になってなかったんですよね。で初めての強姦事件の事件が95年ですもんね、沖縄ですよ。やっぱその時はね、なんか胸がすごく痛くて、なんか逆に女性であることを紀州の町が教えてくれたってこといっぱいあって、だから写真を撮りに、敵討ちは写真を撮ることだなって、それで撮った。で、個展を開かれて、絶唱横須賀ストーリー。はい、そのあたりは、いや、だから私は敵討ちできたから、それで終わっていいと思った。写真も撮る必要はないと思ったんですよ。うん、で、思う存分個展もやったし、全紙を100、150枚、ロールを、何メートルか20メートルぐらい焼いて、その、まあ、ニコンサロンって、今はないニコンサロンですけど、そこに3段掛けで壁全部に貼ったの、四方。で私はそういうなんかこう恨みつらみを全部こう吐き出したプリントだったんで、それでやめる予定だったの。それがその会場で次何を撮るんですかって言われちゃって、ただ急にアパートって言っちゃった。そこで急になんか湧いたようにアパートって言葉が出てきたんですか。いやそんなことない、やっぱり60人前に4人住んでたから、やっぱそのね、いろんなことあるわけですよ、うん、出身期に、ね、60人前4人にいるって大変なことなの、うん、だそういうことでそれもこれは撮んなきゃいけない場所かなってなんとなくあったんですよ。ずっとあったんですか、多分、ね、でひょっと言われた時にその時までは自分で気がつかなかったの。でも次何撮るんですかって言われた時にすぐアパートって言っちゃった。ああ、じゃあ町よりももっと近い住居にさらに近づいてきたわけですよね。結構アパートっていうのは横須賀の時も撮ってたんですよね、うん、横須賀絶叫横須賀ストーリーは実は私の原点が全部出てるんですよ。知らずに撮ってたけれども、だからその、初期の三部作、その次に遊郭や赤線を撮るんですけれども、それも横須賀ストーリーでもう撮ってるんですね。だからなんかこうつながりとして自分の古的な問題を写真を撮ることによって吐き出していく行為としての写真だったの。だから写真撮ってる気があんまなくて、うんうん、最近です写真撮って。そうですか
それでそのアパートの作品で木村伊兵衛賞を受賞されて、で石内都っていうお名前がこう一気にこうお母様のところにまで届くことになって、お母様としてはお電話かかってきたりしてあれびっくりっていうことだったわけですよね。いやいや、初め嫌がってましたよね。でも嫌がってました。あの木村伊兵衛賞を取る前は、ああで取ったら、いやね、私の名前が良かったからって私のおかげだから、そうっていうふうなことを言うと、うん、そうかみたいな、喜んでくれたってことです。すごく喜んでくれた。そうですね。でもその前までは嫌がられてたんですね。うん、なんかやっぱり私相談して彼女の名前を使ったわけじゃないから、許可は得てなかった、うん、許可得てないで勝手に使っちゃったからそれは怒りますよね、うん、怒ってますそうか、はい、それででも賞を取られて、お母様も本当に誇りに思われたんですね、きっと。すごく、まあ多分そうだと思う。私やっぱり両親がとっても私を理解してくれたから今あるなみたいな感じがあって、あの例えば昔写真をねプリントしても、水、要するに水洗する場がないから、お風呂場でみんなが寝てからお風呂場で水洗してたんですね。で朝まで水洗して、で、まあ、父が朝一番で出てた時に、ね、あの私の姿を見て彼がね、いやここまでやってるから大丈夫だよって言ってくれたんですよ。だから、うん、そうかなと、私自身よく分かんないけど、あそうかみたいな感じで、だからやっぱり父も応援してくれてたかなっていうことはありますね。すごい励ましがあったんですね。多分そうだと思います。お父様からも、うん、お母様は私の名前のおかげよっていう、そういう、だからなかなかね、一人でなかなか努力だけではできないことがいっぱいあって、うん、まあすごく今両親には感謝しています。そうですね。じゃあここでちょっとお母様の話してくださいますか。はい、お母様はその女性でも当時珍しかったその運転免許を、ね、群馬県で、はい、2人目です。2人目なんですよ。はい、 そうですね、それで生計をその運転をすることで、建てられた、そういう本当に手に職を持っておられた方だったんですよね。お母様の話をちょっと、うん、あのうちの母はあの小学校の時に母がすごくおばさんだったんですよ。おばさんってね、父が若くて、なんでうちの母は年取ってるのかなと思ったら7つ上なんですね。で7つ上で再婚だったってことは、まあ後で分かるわけですけれども、でも手に職っていうか運転が大好きな人だったから、で父は運転が嫌いな人だった。あ、嫌いだったんですか。うん、なんか、うん、あのいつも母の横でビールを飲んでる人だったからなんかでうちの母は本当に運転が大好きで、でうまかった、ね、運転がすごくうまかった。みんなで遊びに行く時もお母様が、そうですね、母の運転でどこでも行くみたいな感じ、うん、でまあなぜかっていうと、彼女はすごく没落農家の五条ぐらいだった、生まれが。それで養子に出されて、養女に出されて、まあそこで朝の3時ぐらいから女中代わりですよね、働かされて、でそのなんか年季だか、あ、女学校に行く約束かな。で女学校出た時に、なんとそこの番頭さんと結婚することになったみたい。だから彼女すごく逃げて実家に帰ったんですけど、食いぶちが多すぎるからって言って、なんか言われたらしくて、じゃあ手に職つけるから働くからっていうんで運転免許を取るという、よくわかんない、なんであの時代にみたいな感じなんだけど、うん、で免許を取って18で取ってます、彼女は。だからもう取ったらすぐに働いてる。で一番初めに第1号の女性はなんか金持ちのお嬢様で、ただ趣味で取っただけで、うちの母みたいに取ってすぐに働いてるってことはなかったみたい。そうですか、はい、この写真ね、あ、はいはい、あのこの写真でちょっと皆さん見え、みんな遠くの人には見えないかもしれませんけど、お母様が免許を取って、はい、自動車学校の、自動車学校の、はい、卒業の時の写真で、はい、お母様以外全員男性で、白いここに立ってらっしゃるのがお母様と。この写真をすごく大切にされてたって。うん、そうですね、母は割と写真をね大切に持っていて、この写真と、あとアメリカ軍に勤めていた時の写真もすごい大切に持ってました。そうですね、
はい、そうです。彼女はアメリカ、要するに横須賀基地の米軍基地で働いていたので、でジープの運転手をしてました。それで、横須賀から横浜まで基地があったところを、なんか兵隊さんを連れて、なんかこう、なんていうかな、ジープを運転してたっていう。はい、そうです。そうです。こちら側の。だからまあ、女が働くのは私にとって当たり前だったから、私もやっぱり手に職を持って働かなきゃいけないっていうのは、やっぱり母の影響だと思います。うん、これとかね。そうです。だからお母様が、その運転の世界からそのハイヤーとか タクシー、はい、タクシー、バス、ハイヤー、すべて、ジープ、はい、それからちょっとなんかちょっとクレーン車っぽく見えるようなものもなんか写真の中に、あ、うちの、あ、うちの父が授業を始めて、これはジープですか、ね、それはジープです、ジープですかね、実はうちの母と父が小さな会社を始めたんですよ。でその時父は、ね、はい、そうです、今はないんですけど、なんて言ったらいいかな、宣伝カー、うん、昔宣伝カーっていうのがあって、パチンコのオープンとか、なんだろう、あと、まあ、パチンコも多かったよく分かんないんです、お店がオープンする時に宣伝カーっていうのを使ってたんです、うん、うち母は運転とアナウンサーもやってた、アナウンサーですよね。だからなんかそういうことを見てて、あ、なんかすごく父はあんまり働くの好きじゃないけど、母は働くの大好きだったから、じゃあお父様はそこ背景で事務をなさって、そうです、でお母様が労働者に向いてなかったんですよ、お父様は。だから母は労働者に向いてた、向いてた。だから体を動かすのが大好きだったの、だからうちで掃除したり家事があんまり好きじゃなくて、だから運転するときはすごく生き生きしてたかな、うんうん、私は、うん、家事は嫌いだったけど料理が好きだっただけの話で、うん、まあ、小さい頃からコロッケ作ったりとか、いろいろ、食事を、はい、母、まあ、要するに共稼ぎですから、私は小学校2年からその4人分 その夕ご飯のおかずを準備しなきゃいけない、でもそれがすごく面白くて、初めはコロッケ買ってたんですけれども、まあ、どんどん料理し始めて、それがまあ今に至って、だから料理するの今でも大好きです。そうですか、はい、じゃあ まあ、そういうお母様が私の名前のおかげであなたすごい、はい、まあ、写真界で言えば芥川賞のような、ね、そういう賞を受賞できたのよとすごく誇りに思われてた。でじゃあそれがその次に何を取るかっていうことになった時に、次の段階ではどういう方向に行かれたんですか？実はもう初期の三部作で自分の個人的な問題を全部解決というか、うん、吐き出しちゃったから、うん、もう写真は撮んなくていいと思ったんですよ。でもやっぱりそうじゃなくて、なんか、まあ、私自身、初期の三部作から次に1947に行くまでは割とスランプ状態で写真撮りたくなかったみたいな感じがすごくあって、うん、でも40になった時にひょっと気がついて、あ、40歳になったか、こんなに生きてるつもりじゃなかったなみたいなね、そういうなんかヘンテコリンなこう時間がこう押し寄せてきたみたいな感じ、それで同い年の女性を撮り始めたんですよ。でそれが1947というタイトル、だから私が生まれた年をタイトルにした。だから年のことは嘘つけないですね、そういう写真集作っちゃったからそうですね。で50人の同い年の女性に会って、なんかやっぱりね、私の今までの考えがちょっと変わったんですよ。で今までやっぱりすごく肩に力を入れて、なんか頑張るぞってじゃなくて、写真始めてからなめんなよみたいな感じがすごかったの、うん、まあ、要するにボーイズクラブだったからね、今もそうだけど、うん、写真界は、うん、そういう連中との付き合いはあんまなかったんですけど、うん、やっぱりすごくなんか肩に力を入れてたっていう思いはあったんですよ。あ、そうですか。もちろん。それからもう一つはその敵を打つっていうのも、うん、敵打ちもそうだし、肩に力を入れる、まあ言ってみれば自分をこう守りながら攻撃するみたいなことはあったけど、うん、でもね、1947で40歳になって50人の女性の手と足を取ったら、なんかスッと何か消えたんですよ。ああ、そうですか。力が
ターニングポイントっていうか、うん、なんかね無理じゃないけど何もそんな格好つけなくていいんじゃないかなみたいな、うんうん、だから私にとって意識を読んだのもあのシリーズはすごく大きいです。そうですか、はい、それで手と足っていう今度はさらにアパートよりももっと身体の方にあの被写体が移っていって、はい、それでその傷っていうところにまたそこから特に手と足からシフトされていくわけですよね。はい、あの実は傷っていうのはなんで傷を取り始めたか理由があって、実は私大きな傷を持ってるんですよね。そうすると冬場になるとその傷が動なんかこうなんうずく、ね、そうするとその傷を受けた日を思い出すんですよ。あ、そういえばあの時そうだったなみたいな。でずっとそういうこう経験してる中で、あの他人の傷に出会ったんですね。まあそれ男性だったんだけど、うん、そしたら彼が子供の時の病気で傷を受けた人だけど、傷も身体と一緒で大きくなるんです。傷も成長するということを彼が言って、あ、そうかっていうことと、まあ彼の場合もその傷に対する受けた時や、ね、いろんな思いを結構喋ったんです。でその時に、あ、傷ってもしかしたら古い写真に近いなと、ね、だから写真を写真で撮ろうみたいな、それで始めたんです、傷を撮ると。で自分の傷はまだ撮ってないんですけど、はい、最後に撮ろうと思ってまだ撮ってないからまだ終わってないってことまだそれはじゃあちょっと撮ってやる、そう横に置いてある、ね、最後の最後に置いとこうかなと思ってまだ撮ってます。そうですか、うん、それでお母様の傷もお母様がその揚げ物をされてた時に大きな火傷を負われたことがあって で、ね、そのお母様をこう被写体でとりわけその傷っていう部分も、はい、その選ばれてあの撮られたっていうそのあたりについてはいかがでしょう。そうですね、あの彼女はあの天ぷら油をちょっとかぶってしまって、まあ、体の3分の1、5分の1か、まあ、結構大変な死に損なうような火傷だったんですけれども、まあ、なんとか再起して、でもまあ傷跡はすごく大きくて、で火傷をした人は傷跡が倍になります。それはなぜかっていうと自分の皮膚を取んなきゃいけない、自分の皮膚を取って移植しなきゃいけないから傷跡が倍になるんですよ。でそういうの見てって、で私は傷を取り始めた時期だったんですけれども、で母に、まあ、取らせてくれないって言ったら初めすごく嫌がってて、あんまり積極的な協力してくれなかったんですけども、ある日突然あのいいよ取ってって言われたのが、まあ、亡くなる3月彼女の誕生日に撮ったんですけど、まあ、亡くなったら12月で、だから多分彼女死を分かってたんじゃないかなみたいな、あんだけ嫌がった人が「うんいいよ」って言って朝、それ誕生日の彼女の84歳の誕生日の朝だったんですけど、起きてすぐにね、うん、撮って急にいいよって、うん、そうなんだ、ちょっと今考えるとなんか彼女も死を分かってたんじゃないかなみたいな感じがちょっと受ける。あの火傷の傷は結局あの輸血をたくさんやるんで C 型肝炎になってたんですよ、輸血で。で彼女はそれ分かってたんだけど、薬は毒だって言ってあんまり飲まない人だと、薬いっぱいもらってたのに、だから彼女が亡くなってから薬の山がいっぱい出てきて、であの肝炎っていうのはすごく静かな病気だから痛みがない、で痛くなったらもう終わりなんですよ。でちょうど私はその彼女の傷跡を取った展覧会があの岡本太郎美術館であって、でそれは彼女の傷を出すっていうんでその時に撮らせてもらったんですけど、で一緒に行こうねって言ったその日に具合が悪いからって言われて、一緒に行ってって珍しく言うから行ったら、もうすぐに良くて3ヶ月悪くて1ヶ月って言われて、肝臓がんですよねなってたら、で彼女は2ヶ月で亡くなったんですけれども、あっという間に亡くなった、あれよあれよ、まあ、でマザーズという作品に、まあ、移っていくんですけれども、はい、だからあの父が亡くなって5年生きたんですけれども、5年間で一緒にあんまり住むことができなくて、あの彼女は要するに金沢八景にいたんですけど、私は東京に住んでたから行くと早く帰れっていうのね、あんまりこう一緒に住む気がないっていうことはよく分かってて、うん、でもそのさっき言ったように病院に一緒に行って、あとまあ
ね、2ヶ月で亡くなったっていうその、まあ、事実があって、写真撮らせてくれたこともなんかこの人はもう死ぬこと分かってたじゃないかなって 今更ながらちょっと思うとこがあります。でもそのまだして、国際美術展ベネチア・ビエンナーレに行かれて、はい、本当にお母様がそこに行かれなかったのは残念なことでしたけれども、どんな思いで、その、いやいや母が生きてったらまずはないからそうしょうがないです。そうです、それは仕方がないことです。ただあのまず私別に発表するために彼女の下着を取ったわけじゃないんですよ、うん、本当に困っちゃって、うん、話す相手がいなくなって、うん、だから写真を撮ることによって話すっていうことで撮り始めただけだったの、うん、でもだん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 ネガがねどんどん増えて、でもそれをプリントし始めて100枚ぐらいプリントしたのかな、まあ、一応プリントしてみたら、まあ、ある人が写真集にしたいって言ってきたの、まあ、多分見せたんだね。で私は表に出すのすごくなんかどうしようって悩んでた時に、母はすごく恥ずかしがり屋だから、下着なんかね人に見せるもうすごく怒ると思うの生きてたら、だからお母さんごめんねって一応謝って写真集を作ったんです。でそれがきっかけで、でベネチアまで呼ばれて、でまあ、ベネチアでマザーズを、まあ、そういう意味では本当に初めてちゃんと展示しながら、あれは3ヶ月ぐらいやってたかな。でオープニングと中間と終わりに3回行ったんですけれども、ね、初めオープンの時に見た写真と全然違うんですよ、なんか佇まいが、ね、あなんかすごくベネチアの空気を吸って、お母さんはなんかねなんかすごく自由にゆったりいるの。ああそうですか。うん、でそれを見てる外国の方々がじっと見ながら泣いてたりするの。でびっくりしちゃって、あなんかもうこれは私の手から離れてどん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 広がってるんだなっていう、そういう実感があったんですよ。でその時の観客が、ね、広島を撮りませんかっていうことと、うん、フリーダ・カーローの日を撮りませんかっていうことにつながってきた。そうですね、うんうん、ですから今日の展示は一応母の写真は2点しかないんですけれども、一応母を中心にして広島とフリーダという一つ の、まあ、流れの中で、まあ、15点狭いからちょっと15点しか展示できなかったんだけど、まあ、一応そういうコンセプト、うん、お母様がまたここベネチアでも私のおかげよって多分言ってる声がなんか今聞こえてきますね。うん、多分そうだと思う。そうですね、うん。すごくそうですね。私はちょっとすごい生意気な娘だったから、母のことをね、ちゃんと評価してなかったような気がするんですよ。なんか偉そうにいたな、みたいな、今すごく反省してる。そうですか。反省している。うん、反省してます。もっとこう、いろいろお話ししとけばよかったなとか。いや、彼女は、喋んない人だったの。無口だったの。そうですか。うん、なんかね、質問しても喋んないの。じゃあむしろ亡くなられた後にいろいろなご遺品からと、いやだから私が想像して、ね、あのもう亡くなって20何年も経ってるけど、やっと今時母がああこう言ってたかもしれない、もしかしたらそうだったかもしれないと、やっと最近分かり始めた。そうですか、はい、そうです。それでだからそれまではそのご自身からこういうものを取っていこう、こういうものを取っていこうって思われてたんですけれども、そのベネチア・ビエンナーレ以降はご依頼があって、広島そしてフリーダ・カーロというふうにあの移られていったわけですけど、まあ、どちらもまあ大きな、まあ、傷という言葉が適切かどうかは分かりませんけれども、まあ、そういったものを追っているあの遺品やあのそういったものになるわけですよね。広島を撮られた時にはどんなことをお考えになりながら撮られたんですか。うん、広島はですね、あの、まあ、頼まれた時に広島写真はもうみんな撮り尽くしてる、いろんな方が撮ってるし、私がわざわざ広島行って撮る必要の、まあ、偉そうにねそう思ってたの。でも行ったことがなかったんですよ、広島に。で広島行くのはあの観光では絶対行けないから、多分一生広島行かないなと思ってたんですよ。まあそれがそういう話があった時にすごく悩んで、まあ、1週間ちょっと考えさせていただいて、まあ、結果的には行ったことがないから行こうということで行ったんですけど、ただねびっくりしたの、原爆ドーム見たらちっちゃいの、
想像してたより。ああ思ってたより、うん、だって原爆ドームみんな下から煽って撮るからみんな大きく反政平和のシンボルでしょ、うん、すごくこう偉そうに大きいと思ってたらすごいちっちゃくて、うん、なんかね、それ見たらあなんか広島撮れるなと思っちゃった。ああ、うん、それと資料館に行って資料を見た時に色が残ってた。だいたい広島写真は全部モノクロだから白と黒しかない、ね、遺品がばっかしか見てないのがなんだ色があるじゃん。あすごいな模様がある。でおしゃれかっこいい。で私が本当に広島で1945年の8月6日に広島にいたら私が来ててもおかしくないっていうふうにすっごくリアルに感じた。だからこれは撮れるなって自信じゃないけどなんかこうこの一つの現実感とその女たちのこうなんかこう思いみたいなねそれがなんか伝わってくるような感じがちょっとして。で広島では主に女たちの遺品取られたんです。いやそんなことないです。男の遺品も取られた。もちろんもちろん。だから私はかっこいいものは何でも取るみたいな。それ男も女も子供も私にとってかっこいいもの全部取るんですけれど、ただ圧倒的に男は少ない。男みんなね、だって戦争行ってるから遺品がないんですよあんまり。要するに広島で死んでないから。で残念ながら広島原爆資料館にあるのも女性多いですよ。女性と子供が。でそういう現実もね初めて知るわけ。それと原爆受ける前もみんなおしゃれをしてた。で戦争中だっておしゃれしてるわけですよ。でもなんか原爆って一つのイメージがすごくあるからおしゃれしてちゃいけないじゃないかみたいな。みんなモノクロでボロボロでなんかすごく貧しい感じのイメージがあるわけですよ広島。だからすごく差別がある、うん、広島長崎っていうのはすごく差別感があるなってそれもすぐ分かったんですよ。だからまたすごく偉そうに言うと広島を自由にしてあげたかった、ね、私が撮ることによってなんかもっと違った角度でなんかこうアプローチできるなってなんかそれはねすごく感じました。それが結果としてまあ今日何点かここに出てますけれども。でさっきむさびの若い女の、まあ、学生さんが来て、まあ、真剣に見てすごくいろんな質問をされたから何か衣服ってリアリティありますよね。だって自分が着ててもおかしくないっていうかね衣服だから。それが広島でもう77年ぐらい75年、まあ、経った中での遺品たちを見るってなんかすごくなんか感じたことがあったみたいでなんかすごく嬉しかったです。そうですか、はい。で今も広島については、はい、毎年一度今年は、今月の終わりぐらいに行きます。そうですか。今年はまだ行ってないんで。私自身も広島の現代美術館で初めて、ありがとうございます。石井さん の作品を初めて拝見したのは肘山っていうところの上にある。あ今日来てますよ広島現代美術館学園が。あはい、広島現代美術館それまで私は石内都さんというこの有名な作家写真家を知らなかったんですけどもそこを見せていただいて、で3部作があって多分3部作全部見たんじゃないかな。図録も研究室に持っておりますけれども、その時にその日常生活その少女たちがその普通の日常を送っていたその作品っていうのがとても心に残って、で木村紗英子先生がその年だったから結局今日そこに座ってますけど日本文学の木村紗英子さんが、あれ12月頃でしたかね、なんか広島で、女性のなんか会合があってそこで発表されている時に木村紗英子先生が石内さんのその作品のことを引用されてて、あ私が見たあの作品のことを木村さんが話してるとか思ってすごく印象付けられて、そうですか、あの時からこれだけ時間を経てここでこういうふうに対談してるっていうのが
本当に早川先生がおっしゃったように、うん、あれは2008年ですか。そうですね、それぐらいですかね、はい、だいぶ前のことなんですけども、うん、そうですね、でもあれが要するに広島からスタートしたんですよ。で広島の人にやっぱ私を撮った広島を見ていただきたいっていうすごく思いがあって、うん、でその8年からスタートしてもう本当に今エディンバラで展示してますけれども、うん、エディンバラもあなたと同じことを言ったの、ね、あの女性の、ジャーナリストが団体できたんですね、10人ぐらい。で私の写真を見て謝るわけ、今まで石内美和子さんを知りませんでした。だからいいんです、知らないのは当然ね、だから今知ってくれてそれでいいんですよっていうことだったから、そういう意味ではなんかすごくあの広島の写真はすごく感動してくれて、うん、だから多分高橋さんって一緒です。そうですね。それから今度はフリーダ・カーローの作品に取り掛かれるわけですけれども、これにこの作品についてはいや、フリーダ・カーローは、ええ、私全くじゃなくてあんまり興味のない女性だったんですよ、うん、でなんかほら変な噂がいっぱいある、まあ、それは信じちゃいけないけど、ね、なんか女の作家ってなんかくどいなとか強いなとかっていうそういうイメージしかなくて、そんな興味がなかったんだけど、ベネチア・ビエンナーレの マザーズを見た、フリーダ・カーロー美術館の学園が、まあ、撮ってください、遺品があるんで撮ってくださいって言ってきて、うん、ああフリーダ・カーローかっていうかメキシコ行けるなとかね、うん、それもあって OK したんだけど1年ぐらいうんとむすっと前ではないの、ああだからすっかり忘れてたのね。そしたらまた急に今度日本に来るっていうの打ち合わせでびっくりしちゃって、でもその学園さん面白くて、あのお母さんを連れてきて、びっくりしたの、お母さんと一緒にアトリエまで来てね、うん、なんかちょっと変な感じだったけど、それでどんどん話が進んで、で初めてメキシコに、まあ、3週間行ったんですけど、3週間、はい、で撮った写真です。あ、かなりの枚数撮られたんですか、その3週間。そうそう、あの私あんまりいっぱい撮らないって、いや私基本的にフィルムなんで、だいたい1回1日行くので撮るの、まあ、3本か4本が普通なのね、撮るの。でもメキシコはそんな行ったり来たりできないから、しょうがないから100本持ってた。初めて100本っていうフィルムを持って、そしたら飛行場で捕まっちゃって売るんじゃないかって言われて、フィルム100本普通持たないから、うん、でもまあそれ大丈夫だったんですけど、でも100本なんか撮ったことないじゃん、ですごい困っちゃって、うん、でもね実は撮影2回、まあ、ちょっと前半と後半があって、前半はよく分かんなくて撮ってたので、フリーダ・カーローもよく分かんなかったのが、まあ、彼女の絵を見てすっごいなんかこう感じることがいっぱいあって、あやっぱりその彼女が残したオリジナルの絵を見た時のね衝撃ってあったんですよ。私印刷の絵しか見てなかったから、印刷はもう全然違う。でそれを見た時に、あこれは多分私は間違ったイメージを持ってたんだなと、フリーダ・カーローで日本におけるフリーダ・カーローの、まあ、評論とかね、いろんなこと書いてる本結構10冊ぐらい読んでいったんですよ。だからもうめちゃくちゃみんな間違ってて、間違ってるっていうか私が現実に見たフリーダのその遺品とは全然違ってた。どういうふうに違ってたの？例えば今日もコルセットありますよね。で有名なあのコルセットが1個あって、彼女がコルセットに絵を描くんですよ。で向こうの人はなんか暇だと絵を描くらしいの、コルセットっていうか、あのもっと石膏で固めたコルセットね。でそれがあって同じものがあったんです。で男が撮ったその朝日新聞かなんかで、ね、フリーダ・カーローだったかな、で同じコルセットがあったの。なんかね肉の塊みたいに写ってるの。それ見てたんで、同じコルセットが目の前にあった時にすっごい仰天したの。だからいわゆるフリーダ・カーローっぽい演出なんですよ。でそれを見て、私が撮ったのはさっきどなたか言ったけど、あの青い家の庭で撮ったか、青い家の庭で撮ったでしょ。そうすると木漏れ日が反射して青い、ね、壁に反射してその
肉の塊みたいに写ってるでコルセットをね本当に軽々しくすごい綺麗に写したの。だから怖いなと思ったのね。女のアーティストでフリーダカローってめちゃくちゃ男問題がどうのこうのっていっぱい言われた人だから、もう本当に彼女が使って絵を描いたものがなんか肉の塊みたいにドーンとあった写真を見てね、すっごいショックを受けました。私だから写真っていうのも意図的なもんなんですよ。だって私だって意図的に撮ってるわけだから。でだから写真は演出であるとは当然のことで、フリーダカローの遺品も、うん、あんな風に綺麗ではないですよね。で広島も実はそんなに綺麗じゃないんです。まあ、あんだけ原爆受けたりしてね、凝り固まって時間がもうこびりついてるわけですから。ただ私は綺麗に見えるの、それが。だからああいうふうに映ると思って、だからフリーダはメキシコに行って出会ってきた。もう帰ってきたらもうフリーダ、ね、フリークスになりそう。あ、そうですか。でも彼女もまたいろいろその身体に困難を抱えていた方ですよね。ちょっとそれについて。彼女は7歳、6歳か7歳かな、あの小児麻痺で右足か左足が癒えてて、で、18歳ぐらいに、バスの事故でバスのなんだろう、なんか金具みたいな体を突き抜いたんですよね。それですごいもう死にそうな大きな傷を受けて、で何度も何度もその傷から発生する病気も含めてもうずっと病院通いしてるんですよ。で彼女の原画はすごくちっちゃいの。それはなぜかっていうと、ベッドで描いてるの、ベッドの上で。でベッドのこう天蓋のここに鏡がくっついててね、その鏡を見ながら彼女描いてたんだって。でもすごいちっちゃくて、点数もすごい少ないの、200何点しかないから。で一番大きいのが2人の、ね、フリーダっていうのが、それだったら200号です、一番大きいのは。まあ、残念ながらその本物はちょっと外国に出てて、残念ながらその2人のフリーダの本物は見れなかったんですけれども、ただそのフリーダカローの美術館にいっぱい彼女の絵があって、まあ、あと他のところもちゃんと見に行って、だから何でもそうですけどオリジナルを見ないとダメ、絵は特にオリジナルを見ないとだ、本当本物見ないと伝わってこない、うん、だから私はメキシコ行ったの本当に嬉しかった、フリーダカローに会えたなっていう感じで。彼女は最後の最後にちゃんとビバメキシコっていうね、スイカの絵を描いてるんですけれども、それは彼女はやっぱりね伝えたかったんだなと。だからそれがなんか伝わってきた気がするの、フリーダなんか言いたかったんだねみたいな。それともう一つフリーダが大好きになった理由があります。彼女は遺言をしてるんですね。で私はずっと病気で横になってたから、死んでも横になりたくない、だから仮装してくれって言ったんです、ね、メキシコは実は土葬なんですよ、その当時は。でちゃんと骨になった小包を置いてあるんです、フリーダカローの美術館行くと。でわあかっこいいなフリーダ、すごいなと思ってね、本当に大好きになって帰ってきました。そうですか。それを、まあ、その広島と、そしてフリーダ・カーローのご依頼が依頼で出会われた、はい、まあ、いわば被写体ですけれども、 その作品群を経てハッセルブラッド国際写真賞を受賞されたと。これは、まあ、それは向こうが勝手にくれたことだから。まあ、でもそれだけ高い評価を受けたということですよね、向こうが勝手に。私が欲しいからちょうだいって言ったわけじゃないですよ。でも学生の皆さんにはこれが写真界のノーベル賞のような賞であるっていうことだから、その芥川、文学で言えば芥川賞から、まあ、ちょっとベネチア・ビエンナーレは文学で言えば何って言えばいいかちょっとよくわからないですけども、それで写真界のノーベル賞まで歩まれて受賞されて、それで割と最近はその先ほどから私がこうお見せしている母と千尋っていうこの女の人生についてまたさらに作品を発表され、展覧会もされて、こういう本も「宮古と千尋」というタイトルで出されていらっしゃるんですけども、千尋さんとはそもそもどうやって出会われたんですか？いや、
本当のこと言いますと、私全く岩崎千尋の絵に興味がなくて、うん、私の人生にいない人でした。それがある日突然広島をやりませんかって、安曇野の、はい、まあ、学園の人が訪ねてきて、なんで私が千尋美術館でやんなきゃいけないのかなと思ったら、千尋さんも広島に行って孤児たちの何かをね、なんか孤児たち、原爆孤児かな、その文章に絵をなんか描くみたいなので広島に行ってるんですね。だその彼女のそのスケッチと私の広島を一緒にやりたいと。ああ、じゃあ広島が結んでくれたご縁みたいな。そうです。広島部分があるんですね。はい、それで私全く岩崎千尋も知らなかったから結構本も読んで、まあ、それフリーだと一緒なんですけど、一生懸命本を読んで、まあ、今回の梅子さんも一緒ですけど、知らないから知ることはやっぱ楽しいんで、それで岩崎千尋を結構ね、まあ、いろんな本を読みながら情報を集めた時の母のことがと同じような履歴を持ってるってことが分かったわけ。 それで私の企画で2人の女展をやったんです。石井さんの企画だったんです。これはそうです。そうです、そうです。だから宮古と千尋っていう一つのね、まあ、戦中戦後、ね、まあ、女としてきちっと生きた2人の女っていうのは、うちの母ですけど無名だけど、なんかこれは写真がいっぱい残ってたってこともあってやった方がいいかなと思って私が企画したんです。そうですか。実はもうすごくね、学生の皆さんにもそして卒業生の皆さんにも読んでもらいたい、その女性誌の本当に素晴らしい作品になっていて、そうですね、思いのほか私はこの展覧会良かったなと思って。2人の歩まれた道って、その2人はやっぱコントラストはあるんですよね。千尋さんの方がいろんな意味でこう恵まれてた要素があったと思うんですね。まあ、物質的ってとか、うちの母は労働者だから環境的とかそうですね、労働者です。お母様の石内さんのお母様は本当にそのなんて言うんでしょう、この一番最初のこの絵がですね、絵じゃなくてごめんなさい、写真がですね、これはこれはだからさっき言ったアメリカ横須賀基地のマックギルというアメリカ軍のところで日本の女性のドライバーを募集してたんです。で、ね、なんで女性のドライバーを、ね、募集したかっていうと、要するにこの写真を撮ったのプロのカメラマンが撮ってます。で後ろにペンタゴンのハンコがくっついてた。だから完全にアメリカに 対する広報なんですよ。アメリカ軍はこんなにね日本の女性を使っていいことをしてるみたいな、ある種だから宣伝に使われてた。でもね、彼女はすごく楽しく働いてたから、でその時にその基地からなんだろう、お土産を持って帰るわけですね。でお弁当箱になんか変な白っぽい変なものが入ってて、まあ、チーズだったりするんですけど、だって小学生なんか見たことないでしょ、チーズなんて。食べたらすごいまずくて、なんか石鹸食べてるみたいだなとか。そうですか、はい、そういう思い出が、ね、はい、ありますよ。でそれに対して反対側 の、 最後のページのところは千尋さんが作家活動をしているところですよね。そう、でずっと二人 の、 そのコントラストでページが進んで、まあ、同時代を生き、そして同じように7歳年下の夫と生活をしていて、はい、そして2人ともその手に職を持ち、その生計維持者として、しっかりと歩まれている姿っていうのを書かれ、そして年表も作られているということで、この女の人生っていうところではすごくまあお母様とそれから千尋さんを、岩崎千尋さんを対象されながら、描かれてるんですね。ですごく印象に残ったのはですね、どのページだったかな、ちょっとごめんなさい、すぐ出てこなくなっちゃった、付箋貼っとかなかったので、どっか最後のページあたりに、お母様の運転免許証が最後まで持っていたっていう、最後まで持っていらしたっていう運転免許証がどっかのページに、だって2ヶ月前で運転してたから、
あ、お亡くなりになる前の、はいはい、運転してました。ということで、うん、まあ、最後までそういう現役で、ご活躍されてたお母様のこと、本当にこの本で検証されています。石内美也子、美也子と千尋というタイトルで、皆さんもぜひご覧いただきたいと思います。まあ、確かにその女性、戦後の女性の生き方としてはなんか、まあ、独特ですよね。まあ、あんまり一般的じゃないかもしれないけど、ただやっぱりこういう人がいるっていう現実はね、やっぱ面白、まあ、歴史の一つのなんか現れみたいな感じはしました。私だからそれうちの母ってことじゃなくて、千尋さんってことではなくて、もっと大きな意味できっといろんなもっと、ね、知らない女たちがちゃんと生きてきたんだなっていう感じがしますし、で私は梅子さん全く知らなかったから、今回ね高橋さんが書いたあの本を読んで、あと大場美奈子さんの、まあ、2冊読んでここに来てます。ありがとうございます。ここに来てます。石内さんの口癖は、私この人全然関心なかったのよっていう。そうです。フリーダ・カーロも私全然この人に関心なかったの、千尋さんも関心なかったの。そうです。で初めてお目にかかってお話しする機会があった時も、私津田梅子にあんまり関心ないのよっていう。だって事実だからね。そうそう。そういう事実は一応伝えた方がいいかな。そうなんです。ところがいつもそこから何らかの展開が始まるっていうのがちょっと共通点かな。そうですね。ちょっとびっくりしてますよ、ね、私は。そうですね。興味があったらこういう結果にならない。そうですよね。多分。また別のね、なんか話になるけど、私自身が、うん、本当に梅子さん全く知らないわけじゃないけど、こんなに詳しく知ったのは初めてだから。あ、そうか、何、6歳でアメリカ行っちゃった、11年もアメリカにいたなんてね、えほとんど日本語忘れて帰ってくる、そりゃそうだなと思いながら、ちょっとそれは得した感じしました。また知らない女に出会ったみたいな。ありがとうございます。また知らない女に出会えた。そうなんです。なんか石内美也子さんのお話を伺ってきて、最初まあ、専門はいろいろ迷われて、でも写真に出会われ、で写真、その暗室の道具っていうのも誰か知り合いからこう、はいはい、うちの男です。そうですね。今も一緒にいる男が、あ、今も一緒にいらっしゃる方から譲り受けた。そうです。ですよね、はい、そういうなんていうか、まあ、いわばちょっとひょんなことから始まって、でも関心はずっとあったけれども、でもそこで、うん、そうです ね、ただ写真っていうのは、まあ、40年ぐらい前はまだこういう時代じゃなくって、なんかもっともっとこう黎明期まではいかないけど、なんか写真が写真であるっていう何もなかったんです。何やってもよかった時代、今もそうですけど、うん、写真そのものはこれが写真だっていうなんかないんですよ、はっきりしたものが、うん、だからまあデジタルにどんどん写るのは当たり前だし、だからなんか何やっても写真って自由だったなっていう感じがするの。だから先生もいないし習ってもないけど平気でできちゃう、うん、どうが写真だった。でも 石内美也子さん その20代から30代40代にかけて、その町からアパートへ、アパートから手足っていう身体へ、でもっと深く傷へ、で傷を受けた都市へ、そして傷を受けたそのメキシコ女性の画家へ、そして今度はご自身の母で、母と、まあ、母の傷があって、まあ、広島フリーダがあったわけですけれども、それからそのお母様と同じような時代を生き抜いたそうですね、美也子さんと千尋さんっていう女の人生をこう過去に遡って描かれていったっていう、まあ、いわばそう、私自身は女性史が専門なので、この書物はまさに写真で描いてくださった女性史で、その女性がどういう歩みをしてきているのかっていうことが十分には光が当てられていない、光が大切なのよって昨日もおっしゃってました。そうです、ライトが、写真っていうのはああいう時に飾る時にあなたライトっていうのはね、ちょっと普通じゃダメなの、いろいろやってみないとダメなのよっておっしゃったんですけども、
その女の人生っていうのには教科書にもなかなか出てくる人数って男性の、あの人数と女性の人数全然違うんですね。光がそもそも当てられていない。しかしながらしっかりとした歩みをした女性たちがいるんだっていうことを石内さんはおっしゃっていて、それでしっかりと生きていた美和子さんとお母様のことですねっておっしゃっていて、で石内さんは今もう先ほど1947年生まれですから75歳になられて後期高齢者ですちょっと昨日もう、ね、通知学の数字が後期高齢者そう笑っちゃうけど、でも何が後期だよって怒ってるんですけど、怒っていらしたんですけど、うん、ただ今が一番いいっておっしゃったんですね。うん、まあ年を取る重さの差があります、うん、というかもうほら体もだんだん言うことが聞かなくなってきて、そうするとできることとできないことがすごくはっきりしてる。だからできないことが多くなったらもうやんなきゃいけない、うん、できることが少ないけどそれだけやればいいからすごくシンプル、うん、それが年を取る。そうですか、はい、これはちょっとぜひ同窓生の皆さんに参考にしていただきたいメッセージですね。いや、まあ、ちょっと高齢の方々にね、それから知ることが今一番すごく面白い。そうですね、年取ると若い時は知らなくても平気で生きられたけど、年取ると知らないと生きられないので、知らないことがいっぱい発見できるの、ね、だから知らないことは知ることだから、知らないのが多いってことはいいことなんですよと勝手に理屈つけて、はい、だから今 本がすごい楽しくて、私読書がすごい苦手な人だったんだけど、今一生懸命だから平気でパッパッと読むじゃん。今はすごくエンジョイされてる、はい、エンジョイっていうより充実かな。充実、うん、エンジョイじゃない、楽しむんじゃない、充実、時間の使い方がもうちゃんと充実してるって。本を読んでいると、はい、そうです。まあ、横須賀の写真でデビューされて、はい、そして今も広島の写真を撮っていらっしゃる。そして戦後生まれ、ちょうど、はい、敗戦してから2年後に。そうです、194なんです、ね、そうですね。194って一言言った、194、言ってください。さっきも誰かと話したけど、実はデビッドボーイ1947なの。ああ、そうですか。びっくりしちゃって、死んでから分かったんだよ。なんで同い年じゃんって。もっと、なんか、もっとじじいだとばか思ってた。彼は1月生まれで、私3月生まれだから、なんだ、2ヶ月違いで地球に降りてきたんだなと思ったら、なんかすごく嬉しくなっちゃって。そうですか。うん。だから、もともとデビッド・ボーイ大好きだったんだけど、もっと好きになって、もう毎晩聴いてる、デビッド・ボーイ。ああ、そうですか。それはエディンバラでも言ってきた。ああ、そうですか。うん、それはだって、まあ、エディンバラは一応スコットランドだからね、イングランドじゃないけど、うん、まあみんなデビッド・ボーイ知ってるわけだから、うん、今の話してきた。大喜んでた。そうですか。なんか一応同い年って。ね。そうですね。うん、そう。まあ、すいません、余談でしたけど。そう。戦後生まれの、石内さんですけれども、本当に、まあ、この撮られてきた写真、そして被写体にされてきた女性や男性たち、この本当に歴史でがつながっているっていう、うん、そうですね、はい、気持ち、まあ、写真っていうのは始めた時は、ね、絶対記録とかドキュメンタリー嫌だと思って、全てはさっき言った、ね、創作だとばっか思ってたけど、結局横須賀にしてもアパートも連夜の町にしても時間が経つと記録になるんで、うん、でそれはもう写真の運命だから仕方がなくて、でそれで気がついた時に、あ、写真って面白いなと思い始めた。それまであんまり写真を撮ることはもうなんか記録したくない、ドキュメンタリーしたくないみたいな変です、まさに力が入ってたのが、写真の王道は行きたくないと思った。ね、写真の邪道を置きたいと思ってたんだけど、まあ写真撮るってことは全て王道になってしまうなっていう、ちょっと感じがします。今の言葉が締めの言葉でしょうかね。ありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。